はい、どうでです。えー、今回ですね、まずは日本ですね、日本がとうとう本気を出してきましたですね。今、世界中で気球問題、未確認飛行物体問題が出てますけども、あのー、ちょっと前にですね、日本にも気球が飛んできてました。3個ぐらい来てたんですけども、それで誰やねんと言ってましたが、断言しました。あれは中国さん、あんたたちのものですと、断言した上で、次そんなことやってくるんであれば、撃墜しますと、もう落としてしまうからねっていうことを日本政府は言い出してるんですね。 大丈夫ですかなかなか今までなかったことですね。そこの記事をお伝えします。次、アメリカですね。アメリカはその中国が土地を買うことに対して歯止めを止めるとはすると。えー、もう買えないようにしますっていう法案提出をしました。今、日本でも沖縄の離島が謎に中国に買われてですね。でもそこに旗立てられて、えー、軍事のあれを基地をね、やられてしまうんちゃうんかとか、まあそういう懸念がありますけど、も止めれないですよね。もう好きにやってくれという風になってるんですけども、アメリカはやっぱ違いました。これね、やっぱ日本も 続かないといけないと思いいいととけ思まますすそこの記事をお伝えします最後にビヨンデンですねあのノルドのストリーム関係になるんですけども実はあれ「C の愛の映画やってました」っていうことを以前お伝えしましたけどもこれ陰謀ちゃうかというコメントもねあったんですがこれドイツ側も言い出しましたドイツ側があれはもうアメリカのあの「C の愛の映画やってますと」となったらビヨンデンちょっとイモってですねえー、6月にやろうとしても9月にちょっとお願いしますでビビっとってないかと、まあ、そういうことまで言い出してましたので。 かなり、ね、表の記事が変わってきましたの、ね、で内容をお伝えしたいと思います。 まず日本ですね日本がねかなり変わってきてましてあのー、今、数のパイの気球問題あと未確認の気球問題謎になんかもうウルグアイの方でもなんか出てますよとかねなんかそんなことありましたしで一回そのアメリカは撃墜しましたけども一発目のおあの発射ですよねそれを外れとったらしいんですねちょっと考えられへんですよねその空中,空中に浮いてるものを米軍が外すってなかなかないと思うんですが、えー、途中で消えたことが分かります けどもそういういことともももかかったりとか、まあ、もろもろ出てきてきますで日本にも3つぐらい2019年ぐらいにあの飛んでたんですけどもあ,れあの時はなん,なんやろなあれな,なんか日本やってるのかなとか、まあ、それぐらいふわーっと終わりましたけど何ふわっとんねん言ってちゃんとまあ追及せえやって、ね、思うんですけどもそれに対してあれはやっぱり中国さんのものでしたということを断言しましてでそれに対してもう追及はもう撃墜しますとうそういうふうに防衛省が、ね、これ発表していました。防衛省 が14日付けになるんですけども少なくとも3年前から複数回にわたり日本の領空間で確認された気球型の飛行物体について中国の偵察用の数の倍の気球と推定されますということを発表しましたあれは間違いなく中国さんあんたのもんですねということを言いましたで同省は気球であっても我が国の許可なく領空に侵入すれば領空侵犯として、えー、認めますと。でも,うよさてもう ま、断言しますとで外国政府の無人の数のパイの気球に対する情報収集、警戒監視、これに努めますとに発表してるんですね日本政府というのは今まではね了解うんぬんのなんか入ってきてもなかなかいかんですと、まあ、いうことでしかなかったんですけどもまず今回、空ですよね空に対してはちょっと厳しくやりますよということを言いましたで中国政府に対して外交ルートを通じて事実関係の確認を求めました。どないですかと あの結構、詰めてきてるんですよね、日本が中国に詰めてるという記事もありました。 今後このような事態が生じないように強く求めるとともに数のパイの気球などの領空侵犯は断じて受け入れられませんというふうに申し入れをしましたで国内の方では鹿児島あと福島宮城青森などで2019年11月から2020年6月及び2021年9月に気球型の物体が、ね、確認されていましたあの時はなんやろなーって終わってたんですけどもアメリカやカナダではこの10日間で中国の気球を含む こうあの未確認飛行物体を含むものが確認されていましてビヨンデン政権は10日、中国の数の場合の気球の生存に関わったとして中国軍とつながわりのある6企業ですね、金融リストに追加を発表していましたけれども、浜田防衛省は14日の記者会見でこれ言っているんですけれども、日本に飛来した場合、もしまた同じようなのが来た場合です、ね、空対空ミサのいる発射を含む武器を使用して自衛隊機が撃墜する可能性に言及しました。日本 が中国のものがもし飛んでくればもう撃墜しますっていうねそんな言い方をしました自衛隊法84条に基づく警察権の行使として自衛隊機が対応するという、まあ、そういう見解をねこう示したんですよね今までやったらねこんな言い方はなかなか <laughs> しなかったと思うんですが日本政府もとうとう動き出したという記事がありまして、ねえー、お伝えさせてもらいました、まあ、それに対してですね中国はねやっぱり黙ってませんでしたですね 来たらもう撃墜しますとやってますけども,もう日本もうちょっと待ってとそうやって言ってるけどもアメリカのようなことでも同じようなことをすんなよっていうことを外務省がねこれ王さんなんですけども報道官の14日ず同じ日に言ってまして過去に日本の領空で長くの数のパイが確認されたという報道を念頭に日本側にキャップ 的かつ公平的な立場をを維持をして、てててアメリカにに続いい騒ぎを煽り立てないように求めました他は言うて、お前らの数のパイの気球飛んできてる、あんまり騒ぐなよ、言うてね、そんなこと言ってきてるんですよ、何を言っとんねんと、何を言ってくれてもて手まね案件であったりとか、あとそ、ね、その勝手に、その、緑侵犯してくんなよ案件ですよね、何の案件かよう分かりませんけども、まあ、中国はそういう言い方をしてきてました。 次、アメリカですね。今、日本の土地もそうなんですけども、もう中国とかにブリブリに買われてますよね。離島を買われて何にやとんねんと。なんか止めるすべないんかっていうふうに思うんですが、やっぱりアメリカはね、中国に対しては、ね、もうそれ許しませんと、動き出しました。 国家安全保障のリスクを念頭に、中国企業などによる土地購入を阻止する法案が、これ13日付なんですも、アメリカのユタ州議会下院で審議にしました、えー、所有する土地の売却義務などが盛り込まれており、 中国企業による対米投資の規制強化を図る狙いになります。法案 HB 一八六はキャンディスピエルリッチさん、えー、議員がですね、こう提出していました。この名前に、ね、なかなか言いにくいですね。えー、アメリカの国防経済法で、えー、外国の軍事会社または関連会社と特定されている団体によるユタ州の土地を購入およびリースすることを禁止します。あのー、買うはもちろんダメですし貸すこともダメですとそこまでね言ってるみたいですね。また二千二十 三3年5月3日以降に土地の所有権を得た対象企業に5年以内の売却を求めるほか、従わなない場合は週の募集対象となりますこれ、めちゃめちゃいいですよね、今すでに持ってんねんやったら、まあ、とりあえず5年以内に返してこい、売却せえと、えー、それを言ってますので、従わへんばったも,もう、もう、没収しますというとこまでね、言ってるんですよね。だから、アメリカでできるんだれば、日本でもできるんちゃうかというふうに思うんですよね今そのいろんなね。 日本国内では長国にブリブリにも買われてるわけですから、まあ、売却するもしくは没収、これをねぜひやってほしいですよね。まあ、まずは一旦買われへんようにすべきやと思うんですけど、皆さんどうですかね。日本の土地を海外のあれにねあの買ってはいけませんと思われる方ですね、グッドボタンぜひよろしくお願いします。 最後にビヨンデンですね。ビヨンデンデの悪い行いがこれまた出てきました、まあ、以前はノルドのストリームの件で C の I の A がやってたと、あのー、アメリカはですねもう全然ね,ねあっちの方がなんか勝手にやっとるわ悪いことやっとるわって言ってましたけども実は自国でやっとるやないかっていうことがえ明らかにされましたでそれはまあ,まあ実はさなくないんちゃう陰謀じゃんかと、まあ、そんなこと言われてましたけどもドイツ側がですねこれ言ってるんですねお前らがやったとなんやったらちょっとビヨンデンビビっとったやないかって ねゴムちょっとベロベロベロってなっとってないかとそんな言い方をしましてちょっと記事紹介しますリスクを恐れたビヨンデンがローのパイプラインロードの,ロードのそれにですねあそこの爆破を事態を延期を命じてたっていうことがドイツ側がこれ報道しましてビヨンデンはリスクを恐れるあまりローの天然ガスパイプラインノルドのストリームの,あの爆破するやつですねそれを6月ではなく9月に延期するように命じていましたピューリッチャー賞受賞の記者であるシーモアさんがこれドイツ ドイツ紙の記事でですね、これ投稿してくれてまして。 シーモアさんが2022年6月にバルトの海でバッグの弾これが設置されたのかという質問に対して答えました。そうです。彼らはアメリカの潜水士ですね。それは演習の終わりにかけてこれを実行に移していました。だからえちょっと演習しますわというときながらそれなんかもう準備しとるじゃないかと <laughs> そういうことをやってたってことが発表しましたで。しかし最後のところになってホワイトハウスは不安に陥りました。そりゃそうですよね。そんなことをしたらもうドンパチ始まる。 ってまんちゃううかというふうになり大の同僚はこれをやるのをビビりまして彼は考え方をえ考え直しました新たな指令を発表しましていつでもその幕府の発これができるように遠隔装置を設置するように命令をしましてだから6月にやろうかってこう設置まで行ったんですけどもちょっと待てとこのままやったちょっとあれかよから、まあ、いつでもできるように準備だけしといてなっていう何かそういう命令をね出しとったらしいんですね。何何やっったね言って何の大変 タイミングがい,いねんでね。なりますよね。 でこのジャーナリストによりますとビヨンデンは9月に実行を移すよう命令をしたというふうに指摘してましてその際、作戦関係者の多くは計画に反対をしてまして狂気の沙汰ですと、まあ、そういう指摘を、ね、してましたし、まあ、周りの方もさすがにこれはあかんだろうと言ってましたで仕掛けられた爆弾は8発だったんですがも6発しか起動せんかったとか,なんかそういうこともあったらしい、まあそれは関係ないですね、まあ、とりあえずビヨンデンはちょっとビビってたということとドイツ側がそれを言い出したという記事がありましたのでお伝えさせてもらいました。以上になります次回の動画も よろしくお願いします。あ